やあ、いらっしゃい。何か用かい？用というか、そろそろ故郷に帰ろうかなって考えてるんだけど、その前に挨拶をと思って。デニスさんにはお世話になったし。え、本当かい？せっかくうちの店の将来が見えてきた気がするのに、これは残念だよ。どういうこと？うん、僕はね、金属っていうのは鉱山から取れた鉱石から取り出すものだとずっと思っていた。だから希少な金属だったら当然希少な鉱石からだなんて思ってたりもしたんだけどね。でも錬金術なんて方法は僕は知らなかった。錬金術の力で希少な金属は作れると知ったんだ。だから錬金術師のライザがいればうちの店でもいろんな金属を使った商品が出せるなんて考えてたんだよ。未知の金属とかね。そういうこと。でも錬金術師の知り合いなんてライザの他にはいないからな。ライザが故郷に帰るならこれからは自力でどうにかしないと。ごめんね、デニスさん。いや、いいんだ。僕も自分の都合の話しかしてないし。正直な話、仕事の手助けをしてもらえればって気持ちも全くないわけじゃないけど。でもそんな話じゃなくて、また気が向いたら遊びに来てよ。待ってるから。